エウリキウス・コレデスは、ドイツの詩人、医師、植物学者である。ヘッセン州のシンツハウゼンの農家の13人兄弟の、バッシに生まれた。ラテン名のコレジョズは遅く生まれたということから選ばれた。父親を、子供時代に失った。フランケンベルクの学校で、後に、有名な詩人となる、ヘリウス・イアベーヌス・ヘサスという人になった。1516年に、 エアフルト大学で学位を得た後、ライプツヒに学び、古典学者のヨアヒム・カメラリウスと知り合った。ボタノロジコン・エアフルトに戻り、ヘザスと神学校を開くが、1521年には閉鎖された。その後イタリアのフェラーラ大学に医学を学ぶために、移り医学の博士号を得た。数年間、医者として働いた後、1527年に、プロテスタントの大学として、 マールブルク大学が設立されると医学の教授となった。二度ほど学長も務めるが宗教上の紛争などで7年間で大学を辞めた。ギリシャやラテン語の詩の翻訳や経育家としても知られる。自然科学の分野では薬用植物を研究し1534年にボタノロジコンという5人の人物の対話の形式を取った著作などを発表した。マールブルクで 最初の研究用の薬草園を作った人物とされる。息子のバレリウスコレデスも薬学者で、ヨーロッパ最初の肯定された薬局型ディスペンサトリアム薬法書を編集した人物である。イーコルジョズは植物の学名で命名者を示す場合に、エウリキウスコレデスを示すのに使われる。ありがとうございます。